第29回ユーロビジョンソングコンテスト1984は1984年5月5日にルクセンブルクグランド劇場で開催された。この会場は1973年と同じ。ルクセンブルクでの開催はこれで3度目だが1994年以降は参加もしていない。オープニングでは過去に優勝したルクセンブルク代表の曲夢見るシャンソン人形。 思い出に生きる、愛は美和しく、そして人生は贈り物がピエールカオ式のオーケストラで演奏された。プレゼンターは若者向けドラマ女優デジレーノスブッシュ、当時19歳で最年少となった。彼女はルクセンブルクの公用語であるルクセンブルク語、フランス語、ドイツ語に英語を加えた4言語で話し、従来に比べに親しみやすい口調だったと評価された。 制作は、RTL テレビジョン。放送時間2時間13分。参加国過去に参加経験のある、不参加国アイルランドの復帰、イスラエル、ギリシャが不参加。一増二減で19カ国。以下参加国の出場回数及び、中継テレビ局一覧内数字は、参加回数イギリス代表の歌が終わるやブーイングが、発生。1983年11月の UEFA。 チャンピオンズリーグでイングランドのフーリーガンがルクセンブルクで暴動を起こしたことへの抗議。変更なし。各国の審査員が気に入った他国の10曲に投票。お気に入り順22、1 0 8から1点として採点。演目終了後、国際電話で繋がれた各曲のスポークスマンが出場順に口頭で発表。プレゼンターが副賞確認し、スコアボードに加算された。 スウェーデン代表ハールイズ、ディギル・ディギレーが優勝。スウェーデンの優勝は、1974アバの恋のウォータールーに続いて2回目だが、スウェーデン語歌唱による優勝は、今回が初。言語帳イコールデンマーク語、カオルイコールフィンランド語、アワーズイコール、クロアチア語、ランイコール、オランダ語、ウベイコール、ノルウェー語、テンイコールスウェーデン語、イコール、イタリア語、エイコール英語。 キーイコールギリシャ語、西イコールスペイン語、ドクイコールドイツ語、土イコールトルコ語、フッツイコールフランス語、ホイコール、ポルトガル語言語帳イコールデンマーク語、カオルイコールフィンランド語、アワーズイコール、クロアチア語、ランイコール、オランダ語、ウベイコール、ノルウェー語、テンイコールスウェーデン語、イコール、イタリア語、エイコール英語、キーイコールギリシャ語、西イコールスペイン語、 毒イコールドイツ語、土イコール、トルコ語、フツイコール、フランス語、ホイコール、ポルトガル語以下の表は、最高得点である12点がそれぞれどの国からどの国に与えられたかを示す。各曲の歌詞については以下を参照のことでガルー、スラッシュ英語版、フランス語版。ありがとうございます。